それでは今から目視飛行でその辺をちょろちょろっと飛ばしてみたいと思います。レーシングドローンと違って GPS が効いていますので、その場でとどまってくれるので、そこがすごくありがたいですね。やっぱり着地の時や離陸の時はレーシングドローンすごい難しいので、 GPS で姿勢制御してもらえるのはとても助かります。